こんにちは、キューブです。今回はですね、公式のトランスフォーマーのアイテムなんですが、チャンネルキューブ的には結構久々となるスタジオシリーズですね。スタジオシリーズやってほしいっていう声結構届いていたので、まあ新製品ってわけではないんですが、今回はこちらをお送りしてみたいと思います。というわけで今回レビューしていくのはこちら。はい、さすがに映画公開からかなり時間が経って改めて設計し直されたということで、最初に出たバージョンよりもだいぶクオリティが上がっていますね。というわけで今回お送りするのはこちら、トランスフォーマー実写劇場版4作目トランスフォーマーロストエイジより、トランスフォーマースタジオシリーズ SS10 ロックダウンです。ではまずパッケージを見ていくことにしましょう。全体の見た目はこんな感じ。スタジオシリーズのまあ毎回のデラックスクラスのパッケージですね。ここにロックダウンのイラストが書かれていて、裏には今回のロックダウンの写真。ですね、ロックダウンって当然ながらデラックスクラスでロストエイジ公開の年にも発売されたんですが、その時はまあちょっと体型が劇中と違っていたりとか、いろいろまあ評価も分かれる感じの出来だったんですが、今回は完全新規で再設計されて、少なくとも当時のデラックス版よりは全然クオリティが引き上がっていて、いろいろなところがよりユーザーの要望にかなうように改められました。もうこちらの写真をざっと見ただけでも、すでにしても右手に前はなかったフックがあったり、あるいはこのビークルモードでもサイドウィンドウがちゃんと上まで閉まっていて、きちんと窓が完全再現されていたり、だいぶ改善点が垣間見えますね。そして全体の体型をよく見てみても、前のバージョンはですね、ちょっと足が短足気味になっていたんですけど、今回はきちんとロックダウンの等身に近づいているようです。あ、ちなみにですね、ロックダウンというキャラクターがどういった感じの執事かに関しては、まさに今言ったロストエイジ版のロックダウンをチャンネルキューブでレビューしたことがあって、その中で結構話しているので、そちらをご覧になった方がいいかと思います。上のカードか下の動画説明欄にリンクを貼っておきます。ただそのプロフィールに関して、一応このパッケージにも少しだけテキストが載っているので、それを読んでみることにしましょう。宇宙の賞金稼ぎで狙った獲物は決して逃がさない。遠距離からの狙撃を得意とするランボルギーニアベンタドール LP700 クーペに変形すると書いてあります。こういうところにかなり詳細な車種を入れてあったりするあたりは、やっぱりこのアイテムがもう最初からハイエイジ向けを狙って出されているっていうことがちょっとわかる感じですね。というわけで、では中を見ていくことにしましょう。はい、中から出してみるとこんな感じ。このスタジオシリーズの特徴として、こちらパッケージのインナーの部分がこういう風に少し台座型に組まれていて、このロボットを簡易的に飾っておけるステージのようなものになっています。後ろに書いてあるこの BG はいわゆる劇中に出てきたロックダウンの宇宙船のドック部分ですね。はい、中身を取り出して並べるとこんな感じ。まずロックダウン本体と、それからパッケージ裏の写真にもあった右手用のこのレッカーフック、そしてダガーナイフ状の武器、これも劇中に登場していましたね。それと説明書。ちなみに説明書を開いてみるとこんな感じ。まあそれほどステップ数は多くないといった感じですが、まあそれでもスタジオシリーズというだけあって、再現度は当時のバージョンよりもだいぶ引き上がっています。そして今回説明書にはこういう風に権利表記も載っていますね。今回スタジオシリーズは当然ながらライセンシーアイテムになっているので、こちらビークルモードのためのランボルギーニのライセンシーロゴが載っています。ではまずビークルモードから見ていくことにしましょう。はい、まさしく劇中に登場したあのガンメタカラーのアベンタドールですね。この部分の本来であればランボルギーニのエンブレムが入っている場所にはちゃんと金色の塗装が細かいながら当ててありますし、このホイールの部分の特徴的な形状、そしてこのサイドのグラスも先ほど1回触れましたが、前のバージョンだと上までちゃんと被っていなかったんですけど、今回はこういう風にきちんと全体を覆っていて、ちゃんと完全な形のグラスになっています。そしてこの辺りもですね、色は深いんですが、一応クリアパーツになっていて、窓はちゃんとクリア成形ですね。あとこれも色が近くて気づきにくいんですが、ライトの部分もすぐ下まで、まあパーツが迫っているとはいえ、一応クリアパーツになっています。今回のこちらはですね、形状の再現度がどうこうっていう話をするよりも、一つ前のロストエイジの時に発売されたバージョンとビークルモードを比較してみると、クオリティの高さがどのぐらいか一発でわかりますね。今回のこちらのアベンタドールの隣にロストエイジの年に発売されたロックダウンのビークルモードを並べてみるとこんな感じ。いかがでしょうか。こちらもレビューした当時には相当クオリティ高いというか、アベンタドールの形状をかなりきちんと再現してるなっていう風に感じたものなんですけど、これを出されてしまうとこっちはもうちょっと話にならないっていう感じですね。もう一目見てお分かりの通り、リアリティが全然違いますね。
色の選び方もそうなんですけど、それ以外にもこの横の空いているウィンドウの部分とか、全体のホイールと車体のバランスとか、もうあらゆる点で今回のアベンタドールの方がもう1枚も2枚もリアリティが高いと思います。この後ろの形状とかリアウィンドウのあたりの形とかもですね、大体同じ形をたどってはいるんですが、こちらの方が一段リアリティが高まっていることが、もう細かく説明しなくてもはっきりわかると思います。そして同時にはっきりわかるのがですね、ご覧ください。どちらも同じデラックスクラスなんですが、車体の大きさが全然違っていますね。こっちの方がもう幅も、それから全長に関してもどちらも1割ぐらい小さくなっていて、まあこちらのロックダウンは発売された当時からちょっとデラックスにしては小さい小さいって言われてはいたんですけど、それと比べるにしても今回のものはだいぶサイズが回復していて、割とボリューム感があって手にしっかりとしたいじりごたえが感じられるっていう大きさになっていますね。では2つの武器を取り付けていきましょう。この2つの武器に関してはですね、まあなんちゃってっぽい形にはなるんですけど、一応余らせずにつけておくことはできます。それぞれの武器前に倒してみると、こういう風に平型のピンがそれぞれ同じような場所についているので、まずこの左側のドアサイドの部分にこのダガーナイフ型の武器の平ピンを取り付け、そして右側にこちらのフックを取り付け、まあ見ていただいてお分かりの通り、実写の形をもう全然逸脱しているので、どっちをどっちにつけたから正解不正解とかっていう、そういう感じではないですね。まあ余らせずにつけては置けるというだけで、これほど再現度の高い車体に対してはちょっとこの形状は悪目立ちしてしまいますね。まあでもトランスフォーマー毎度こういうギミックついてるんで、これはこれでいいんじゃないかと思います。ただちょっと言われているのは、この車体の底面部分、実はリア側が割とえぐれていて、ここに何か武器一つぐらいだったら格納できそうな隙間が意外とあるんですよね。で、これはまあネットで時々やってらっしゃる方いるんですけど、ここにこのフックの方に関しては、だいたいこんな感じですかね。こういう風に取り付けて、一応グラグラ揺れることもなく固定できるようになって、しかも殺そうこうも死なないので、こういう感じに取り付けているっていう方も時々いらっしゃいますね。ただこれはどこかの穴にピンを刺しているっていう感じではなく、見ていただいてお分かりになるでしょうか。これ武器外してみると分かるんですけど、この部分のちょっとした凹凸というか、まあ、ギザギザのような形ですね。この部分をこの車体の、これ実はつま先なんですけど、このつま先の爪の間に挟むみたいな感じにしてあって、このパーツの弾力に多少頼ってるところがありますね。まあ目で見てはっきり曲がっていると分かるほどではないので、それほどの負担ではないのかもしれないですけど、ちょっと無理して取り付ける感じになるので、こちらのパーツに負担を全くかけたくないという方は、この取り付け方はちょっと自己責任ですね。必ずしもおすすめできないと思います。そしてこちらのダガーナイフ型の武器に関しては、さすがにちょっと取り付けておける場所がないんじゃないかと思いますね。特にこの部分にフックをつけてしまったりすると、もうどこにもスペースが残らないっていう感じなので、これはなかなか固定してここにきちんとつけておけるみたいな場所はないんじゃないかと思います。さて、それではこちらのロックダウンと比較するアイテムを出していくことにしましょう。今回並べていくのは、こちら。はい、同じスタジオシリーズから、このロックダウンと基本的に同型のシャドウレイダー、こちらを開けていきたいと思います。ちなみにパッケージの見た目としては、こんな感じ。パッケージのサイドを見ていただくとわかるんですが、こちらの顔、見覚えあるんじゃないでしょうか。これはですね、シャドウレイダーという全く別のキャラクターとなっているんですが、実質的には顔パーツは、ロックダウンのマスクオン状態の頭部になっています。ボディに関してはほとんど同型で、ロックダウンのまあガンメタカラーになっているカウルに来る部分が全部オレンジになっているっていう感じですね。ランボルギーニアベンタドールをオレンジにしたこの形のものが劇場に実際に登場したわけではないので、半分架空というか、まあ一応オフスクリーンに近い感じのキャラクターになるんじゃないでしょうかね。スタジオシリーズでこういう明確にオフスクリーンっぽいやつが出たのはこの時のウェーブが初めてだと思います。これ以外にもですね、スタジオシリーズの中に、ちょうどこの動画の公開時点と同じぐらいか、もうちょい先ぐらいになるかもしれないですけど、ケースアイセントリーっていうアイテムの発売も予定されていますね。そちらもこういう感じで基本同型の色替えっていう感じになっていて、一応スタジオシリーズは劇中に登場しなかったオフスクリーンのアイテムありなんですね。そういう感じのイマジネーションアイテムも今後時々は出てくるみたいです。では、開けていくことにしましょう。はい、パッケージから出すとこんな感じ。このスタンドのような部分に関してはロックダウンの時と全く同じで、ロックダウンの宇宙船のドック部分ですね。
はい、中身を取り出して並べるとこんな感じ。ロックダウンよりもさらに武器が一つ減ってよりシンプルになっていますね。まずシャドウレイダー本体と、それからこちらの武器はブラスター状のものですね。ロックダウンについていたものはフックとダガーナイフだったんですけど、こちらは全く別の新規型になっています。それと説明書ということで、ロックダウンのビークルの隣にビークルモードにしたシャドウレイダーの方を並べてみるとこんな感じ。まあ基本的には頭が違う以外は完全同型なんですが、色が全く違っているので印象結構違いますね。まずこちらはこっちみたいなガンメタの渋い色じゃなく、オレンジ色で割と派手めになっていて、そしてクリアパーツの色もご覧ください。こちらは割とダークにスモーク状にしてあるんですが、こっちは完全なクリア、全くの透明になっていて、中が透けて見えるようになっています。あのですね、この方のロックダウンというか、まあシャドウレイダーロックダウン型はちょっとこっちだとスモークがかかっていて見えづらいんですが、ここに顔が来るようになっているんですよね。なのでこういう完全にクリアなパーツになっていると、ご覧ください、ここ見えるでしょうか。まああからさまに目鼻口があるっていうタイプの顔じゃないので、それほどは気にならないかもしれないですが、顔面が上向きにちょっと見えちゃってますね。ここもしかすると気になる方がいるかもしれません。あとですね、この方はいじってみた感触からいくと、ビークルに戻す戻し変形の時に特にリアあたりを中心にカウルの合わせがややタイトでシビアなんですよね。ということでどうしても擦れがちになるんですが、こちらの元々のガンメタカラーの方は地の色と上塗られている色にそれほど大きな差がないので、まあ、よく見ればわかると思いますけど、色が多少剥げてしまってもそんなに全体感を損なわないんですが、こっちの方はですね、実際にはかなり黒い感じの成型色にもかかわらず、かなりそれを隠蔽する感じで明るい全く違うオレンジが塗られているので、色が剥げた時はこっちはちょっと目立つと思います。なのでそのパーツを合わせたりするとき、こっち側の方が若干丁寧にやらないとちょっと色の印象が変わってくるかもしれませんね。そしてこちらのシャドウレイダーのビークルモードと2つ並べたとき、すごく強く思うのがですね、こちらの派手めなカラーリングになっているシャドウレイダーのビークルモードの方が市販のアベンタドールっていう感じがすごく強く出ていて、リアリティ高いと感じる方もいるかもなという感じですね。最初このシャドウレイダーの画像をネットとかで見たときに、自分はですね、ロックダウンと完全同型でこんな派手なオレンジ色のトランスフォーマーって劇中には出てこなかったので、まあ同型と分かっているんであればこれ買わなくてもいいかなと思ったんですが、でもですね、高解像度の写真とか公開されたり、実際買って手に取ってみたりすると、こっちのガンメタの方が劇中には近いんですが、この色のアベンタドールって実際に代理店とかで市販されているアベンタドールの雰囲気がものすごいあるので、これはこれでなかなかいいですね。手に取ってみるとすごくいいなと感じるようになりました。ではいよいよこちらのスタジオシリーズロックダウン、ロボットモードへ変形させていきたいと思います。もちろん完全新規型なので、ロストエイジの当時のロックダウンとは全く違うプロセスで変形します。こちらの方が若干シンプルめな感じですが、ロボットになった時の再現度はむしろこちらの方が高いという感じで、非常にうまくやっていますね。それではプロセスを見ていくことにしましょう。スタジオシリーズロックダウン、トランスフォーム。完成、スタジオシリーズロックダウン、ロボットモードです。ではスタイルを見ていきましょう。はい、ですね、ここで一つお詫びと訂正があります。前回のダイエット版の動画、変形プロセス一見普通にやれてるように見えるんですけど、実はちょっとしたところに編集で飛んでしまっている部分とか変形ミスとかがあったので、今回新たに初めから撮り直しました。具体的にどこが飛んでしまっていたかというとですね、まずこの腕の側面のこのパーツを起こすこの動きがプロセスにありませんでしたね。そしてもう一点、ここが前回の動画で一番やってませんよっていう指摘が多かったポイントなんですが、このバックパックを開けて首が入っていたところに指を入れるとですね、実はこのブレストパーツが一段こういうふうに前へ出るようになっているんですよね。これもやっていませんでした。
あとかかとを引き出せるギミックに関しても今回変形プロセスの一部ということで一緒にまとめて撮っています。というかですね、この腕の側面を前に起こすっていう、ここは編集で飛んでただけだったんですけど、この胸のブロックを前に出せるっていう点は指摘されるまで自分は全く気がつきませんでした。というのもですね、取扱説明書には底が動かせるということは一切何も書いてないんですよね。いや、皆さん結構たくさんの方がこれ指摘くださったんですけど、よくこれ動くって気がつきましたね。自分は全然いじっていて、ここが動くっていうことを知る術がなかったんで、皆さんに指摘されてもどこがどう動くっていうことなのか結構調べるまで時間がかかりました。この部分って見ていただいてお分かりの通り、こういう風にちょっと前出るだけなんで、ビフォーアフターの写真をただ見比べただけだと、どこが変わっているか本当に気づきにくいちょっとした変化だと思うんですよね。加えてこの後ろの収納スペースの内側から指を入れて、結構硬いところを押さないといけないんで、これ普通説明書に記載がなかったら絶対気がつかないというか、これを押してみようって思わないはずじゃないかと思うんですけど、皆さんここが動くっていうことをどうやって気がついたんですかね。自分これ教えていただくまで全然わかりませんでした。あんなにたくさんの方が指摘されてるっていうのは結構すごいですね。トランスフォーマー界隈はやっぱり変形おもちゃに関するリテラシーの高い方が多いなというふうに改めて思いました。というかこれ説明書で全くノータッチなのって果たしてちょっとどうなんでしょうかね。実はですね、このロックダウン購入された方はお分かりかと思いますが、パッケージに入っている状態ではこの胸のパーツが引っ込んでいて、しかもですね、後で少し触れますが、このかかとのパーツも閉じられた状態になっていて、こういう感じで入ってるんですよね。で、説明書の内容はここからのビークルへの戻し変形しか書いていないので、もともと説明が抜けている抜けてないとか以前に、ここから戻すっていう変形じゃそりゃ書いてあるわけないだろうっていう感じになっていて、説明書としてこれちょっと不備なんじゃないですかね。例えばバンダイのおもちゃとかだと、取り出した後ほとんどロボットモード寸前の状態で梱包してあっても、完全にロボットモードでない場合には、どことどこを起こしてこれでロボットモードがまず完成しますっていう風に頭に書いてあるものだと思うんですけど、こちらの説明書を見るとですね、これだけ、この図1枚だけで、あとはこの図を元に調整してロボットモードが完成しますみたいなことがちょっと書いてあるだけで、いや、この図をただ見ただけで胸のパーツが実は1段前へ出ますとか気がつくの絶対無理だろうと思うんですけど、こういうところ説明書もうちょっとちゃんとしてるといいですね。まあトランスフォーマーずーっと昔からこうで改善された試しがないので、まあ仕方ないのかもしれないですけど、これはやっぱりせっかくあるギミックを知らないまま遊んでいるっていうのはもったいないので、ぜひ説明書もうちょっとちゃんとなるといいですね。変形の前にも言ったんですが、今回のロックダウンはロストエイジ当時に出ていた最初のロックダウンに比べて変形プロセスはむしろシンプルになったような感じですね。今回のロックダウンはですね、この天面、まあロボットになった時背中に来るこのカウルをどうやって複雑に畳んでいるかみたいなところが前よりちょっと凝った感じになっていましたが、手足に関してはむしろ肘や膝をただ伸ばしただけと言ってもいいぐらいのかなりシンプルな収納のされ方になっていましたね。ですがシンプルになったにもかかわらず、ロボットモードのスタイリングについては前のロックダウンよりも格段に劇中のロックダウンに近づいたと思います。それぞれのパーツのディテーリングとかデザインとかも劇中により近づいたと思いますし、全体の頭身とかに関してもロックダウンっぽくなりましたね。そして顔の造形も当時のやつもなかなか顔よくできていたと思うんですが、それ以上にもう一目で、あの劇場のロックダウンだ、似てるっていう風に思えるぐらいの素晴らしい顔立ちになりました。この状態で単品で見ていてもあまりピンとこないかもしれないので、前のロストエイジ当時のロックダウンがどうだったか、ここに隣に持ってくるとそれがわかると思います。いかがでしょうか。こうやって正面立ちにしてみるとわかると思うんですが、まず体型が全然違っていますね。こっちはちゃんと人型っていう感じですが、こっちは人型を正直結構逸脱しているというか、肩幅や足の短さなんかをとって当時は結構ゴリラ体型と言ったりする人もいましたね。まあそういう言われも否めないかなといった感じです。そして胸の部分や足の部分に関するディティーリングも格段にこっちの方が引き上がりましたね。こっちも一応デザインの基本的な部分を抑えていて割と再現頑張っているんですが、これと比べるとやっぱりなんていうか全体的に情報量が抑えめになっているというか、バランス感もいまいちおもちゃっぽくなっていて、こっちの方がリアリティはぐっと高まってますね。それとあと設定的な違いとして、こちらの当時版のロックダウンはまあ一応ディセプティコンのキャラとして発売されたので、胸にディセプティコンのマークが入っていて、逆にここに傷がない感じになっていますが、こちらをご覧いただくとリアリティがより引き上がっているこっちのロックダウンはディセプティコンのマークがなく傷が入っています。
劇中ご覧になってお分かりの通り、ロックダウンは登場した時の立ち位置がオートボット・ディセプティコンどちらかに組みするという感じではなく、どちらでもない創造主からの使者みたいな感じだったので、これが正しいですね。劇中でも胸のデザインはまさにこういう感じになっています。いやー、でもほんの数年でえらい違いですね。こっちはですね、初めて見た時には、おお、なかなか再現頑張ってるなっていう風に素直に喜べる感じだったんですけど、こちらと並べて見てみると、タイヤは割ともろ出しになっていたりとか、手と足のバランスが明らかに人型を逸脱していたりとか、顔もこっちに比べるといまいち似てなかったりとか、なんていうか、やっぱりこっちを見てしまうと、こっちはだいぶ厳しいなっていう感じを受けますね。当時は似てると思って見ていたんですけどね、進歩っていうのは恐ろしいですね。では付属の武器、この2つを持たせてみることにしましょう。といってもこちらはダガーナイフ型で普通にこの柄を握らせるっていうだけなんですが、このロックダウン独特なのはこちらのフックですね。フックに関してはこういう風にフックの方向と垂直向きにピンが出ていて、このピンの周りをこういう風に板状のパーツが覆うようになっています。なので持たせ方的には普通に手に握らせるという感じで取り付けるんですが、ご覧ください、つけてしまうと劇中のように腕の先端そのものが変形して腕自体がフックになったかのような見た目になるようになっています。ちょっとまあこういう風に上げると拳もあることはあるんですが、手で持っているという感じは完全に隠れるといった印象ですね。そしてフックに関しては一応ヒンジが間に一つついていて、ここを曲げることができます。このフックで引っ掛けて引きずります、あれも一応できたりとかしてシーン再現できるといえばできますね。一方のダガーナイフ状の武器に関しては普通にこの丸い柄を拳に握らせるといった感じで、まあ普通に持たせることができますね。他にもですね、ご覧ください、ドアに取り付けるという形でビークルモードの時取り付けていましたが、前腕がちょうどまさにそのドアなので、同じ穴に逆向きに取り付けることによって、まあこちらは腕自体が変形したというニュアンスにまではならないですが、手に持たせるよりは劇中っぽい感じのこういう風に腕と一体化した武器という風にして付けることも一応できます。顔のアップでーす。顔はさっきも一度触れたんですけど、もう超似てますね。ディテールのどこが近い遠いみたいな話以前に、一目で、あ、ロックダウンの顔まさにこれこれっていう感じで、もう一目で似てることがわかるっていうレベルまできちんと似せてあります。前のオリジナルのロックダウンも初めてこれを見た時にはかなり似てるなというふうに感じた記憶があるんですけど、これを横に並べてしまうと、なんか別人の顔っていうふうに見えるぐらい再現度が低く見えてしまいますね。こちらは本当によく似てると思います。というか、まあ体に対する頭の大きさっていうバランス面も改善されましたね。面相が似てるっていう意味でももちろんグッとこちらの方がクオリティは高いんですけど、頭の大きさが一回り大きめになって人間のプロポーションにより近づいた感じがよりロックダウンっぽく見える一つの理由かもしれません。では先ほどビークルモードで一旦並べてみたこちら同型のシャドウレイダーとも並べてみることにしましょう。まあ、シャドウレイダーはですね、基本的にロックダウンと同型で、カウルの部分がオレンジということで、ロボットモードにしてしまうと、まあ、劇中にこういうキャラはちょっといなかったなっていう感じになるので、あんまり見どころはないんですが、このシャドウレイダーのロボットモードに関して一番特筆するべきはこの頭ですね。これはシャドウレイダーというキャラ云々ではなく、ロックダウンのマスクオン用の顔ですよね。ということで、実はですね、こちらのシャドウレイダーのもう一つのバリューは、この頭の部分を、はい、実はこういう風に引っ張って外すことができるようになっています。ボールジョイントでつながっているわけなので、ある程度の力で引っ張れば外れますね。本当は後ろにネジか何かついていて、それを外すことでパーツに負担をかけずに取り外せたらよかったなと思うんですけど、ちょっとですね、どこにもネジのようなものはなくて接着剤で固めてあるという感じの頭部なので、ちょっとさすがに上に引っ張る以外のなんか気の利いた外し方っていうのはありませんでした。当然同型なのでロックダウンの頭も引っ張れば外れるようになっていて、こちらのシャドウレイダーから取ってきた頭をこちらに取り付ければ、はい、ご覧ください、こうなりました。こっちの顔でロックダウンを強く覚えているっていう方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。まさに映画の前半戦のもう出会う者全員から恐れられていたあのロックダウンの感じがバッチリ出て、これ素晴らしいですね。こういう風にロックダウン用の交換頭部を取得できるという意味合いも実はシャドウレイダーにはあったりします。もちろん頭が外せますよとか、外して交換してくださいみたいなことは説明書には書いていないんですけども、やれば別に技術なく交換することができますね。ただまあさすがにちょっと負担をかけて引っ張るという感じの作業になるので、あまり何度も付け外ししていると首のボールジョイントが緩くなってくるのは避けられないかもしれないですね。
ちなみにシャドウレイダー独自の特徴であるこのブラスター型の武器を取り付けた腕を見てみるとこんな感じ。実はですね、このブラスター型の武器は腕を内側から3面全体カバーするようになっているので、ご覧ください。こちらにもともとドアカウルがあるせいで拳の部分が完全に見えなくなって腕自体が変形したというニュアンスに完全に変化させることができます。このあたりは結構劇中っぽくていいですね。まあ劇中には登場しなかったキャラなんですけどね。では可動を見ていくことにしましょう。まず頭部はですね、今付け替えでまさにお見せした通り上がボールジョイント、下がヒンジという感じになっていて二重関節になっているので、まあ構造的にはグリグリ動かすことができます。ただこういう風に付けた状態の頭部をあらゆる方向にグリグリ動かせるわけではないんですよね。ですね、見ていただいてお分かりの通りロックダウンはデザイン上襟がめちゃくちゃ立っているので、ちょっと重ながらこの顎と当たってしまって、左右には若干干渉が起きて拘束されます。以前のロストエイジのロックダウンの時も面長であるせいで前後角がつかないという風になっていたんですが、今回その逆ですね。今回は前後角は割とスムーズにつけられて結構上を向かせたりすることもできるんですが、一方で前はできた左右角がつけられないといった感じ。まあでも不便でない程度まで横に向かせることはまあまあできますけどね。次に肩に関しては一応360度縦に回せる構造にはなっていますが、ちょっとこの背中の背負い物が大きいので後ろを通す時に若干干渉しますね。そして横方向に関してなんですが、ボールジョイント受けの切れ方的には水平まで行く構造っぽいんですが、このですね、肩の立っている上のこのディティール、これが胴体と当たってしまって完全に水平には上がらないですね。そして肩のすぐ下で縦ロール、変形の構造上ここでも縦ロールがつきますね。公式のアイテムで縦ロール二軸つくようになってるのは結構珍しいと思います。そして肘はボールジョイントで90度まで曲げることができます。ただ手首に関しては見ていただいてお分かりの通り前腕ワンパーツなので、後ろのドアカウルと一体化していたりしてちょっと手首が回ったりはしませんね。次に胴体は割と複雑にカウルを畳んだりしたんですけど、胴体そのものはあまり変形に制約されていないので腰を回したりすることはできます。ただ前後の屈伸とかはつかないですね。左右屈伸もつきません。回るだけといった感じ。ここも360度はちょっと回らないですね。後ろの背負い物に若干干渉してしまいます。なのでまあ見えているこのぐらいの感じまでですかね。次に股関節に関しては比較的柔軟ですね。前に90度、サイドもまあ意外と90度近くまで上がります。後ろに関してはやはり背負い物にちょっと当たってしまうんですが、構造的には結構上がりますね。そして股関節受けのすぐ下で縦ロール、ですね、一応ここ360度回るんですけど、これロックダウンのデザイン上の問題で上のパーツも下のパーツも特別な形に角張っていて、ちょっと一番最初にいじった時硬いかもしれないですね。ですが何度か回しているうちにちょうどいい硬さになると思います。膝に関してはちょうど90度といった感じ。まあふくらはぎにこれだけ大きいタイヤが来ているわけなので、あんまり深く曲がらないのはまあデザイン上仕方ないですね。そして最後に足首に関しては単関節でこちら側へ変形の恩恵で曲がるだけですね。左右方向へは曲がらないですし、左右角もついたりしません。ですね、実はこれ以外にこの部分が後ろへこういう風に引き出せるようになっていて、かかとをこの角度にすることで初めて下が平らに設置するようになるんですが、これ説明書にちょっとあんまりちゃんと書いてなくて意外とご存じない方多いかもしれませんね。あとたとえ知っていてもこの部分なかなか展開しづらいんですよね。今爪を入れてちょっと固めに頑張って展開しましたけど、こっちを引っ張ってしまうとこれこの部分のヒンジが簡単に外れてしまってここがバカになっちゃうんですよね。閉じる時もちょっとやりづらさがあって、この部分を閉じる時ぐらいは押してもいいんじゃないかと思ってここを押して閉じようとするとこういう風に外れてしまうんですよね。まあこれは個体差で自分のものがことさら緩いからというのもあるかもしれないですけど、この部分はこの引き出したり閉じたりするこの根元の部分の関節の硬さよりもこのヒンジの付け外しの方が全然軽いので、ここはもう少し扱いやすくなってると良かったなというふうに思いました。実はですね、この部分に関しては取扱説明書にあまり詳しく書かれていないという点もあるんですが、もう一点ここを分かりにくくしている要因があって、何かというと実はパッケージに梱包されている状態の時こうなっているんですよね。
で、この状態から取扱説明書では戻し変形しか書かれていないので、ここからさらに閉じていく方法が書いてあるだけという風になっていて、これだとちょっとロボットにした時引き出すべきだという情報はなかなか取りづらいですね。ここに1本ピンが打ってあるので、あれこれ起きるんじゃないのって言って試してみてようやく気づくみたいな、そういう感じの方が多いんじゃないかと思います。ポーズをつけるとこんな感じ。ですね、ポーズをつけて思ったんですが、各部の関節そこそこ制約を受けつつもまあまあ思ったニュアンスが出せる方向へ動いてくれるんですが、ちょっと一個だけ厄介だったのがつま先ですね。つま先に関しては変形の恩恵というか割とレアな方向に関節がついていて、つま先がぴったりとすねに沿う高さまで90度近く上がるんですよね。これが上がることでほとんど膝立ちみたいな状態にしてもまだ足の裏を水平に接地させることができるっていう、そういう立たせやすさはあるんですが、一方でその反対側、つまり足首を下へ伸ばすっていう方向へは一切曲がらなくて、真っ平らでいっぱいいっぱいなんですよね。なのでどちらかっていうとモデル立ちみたいな足を前へ投げ出して上体をちょっと反らすみたいな感じの立たせ方をしようとすると、たちまち足首が浮いてしまって、その立たせづらさはちょっとありました。ロックダウンは割と全身がスマートで足をちゃんと伸ばして素立ちしているようなポーズにも結構印象深いシーンがあるので、それをやらせようとすると足がもともとちょっと S 字立ちのような方向に曲がった形で固定されていて、つま先も下へ向かないみたいな感じになっているので、ロックダウンのいわゆる長い足でスラッと立っている感じっていうのは若干出しづらいですね。ですがそれでもロストエイジ当時に発売された前版のロックダウンに比べればはるかにいろいろそれらしいポーズが取れると思います。では大きさを比較していくことにしましょう。いつも出している12分の1のネゴシエーターを横に置いてみるとこのくらいの感じ。そうなんです、今回のロックダウンはですね、ロストエイジ当時に発売されていたロックダウンが結構小さい小さい言われていたんですけど、打って変わって結構ネゴシエーターより頭半分も低くないぐらいの身長がありますね。今回ロックダウン割と大きめになっているのはなかなかいいと思います。スタジオシリーズはもともと同じシリーズの別のアイテムと大きさの比較が大体正しいイメージになるように作られているということで、ロックダウン結構大きめにあえてしてあるのかもしれないですね。ロックダウンって、まああれ本当はボリューム的にはちょっとおかしいと思うんですけど、一番最終決戦でオプティマスとほとんど同じような身長か、頭一つちょっと小さいかなぐらいの感じで決闘してますけど、本当はあれビークルモード2つとも全然違う体積というか、片やウエスタンスターのものすごいカウルの膨らんだ感じのトラクターキャブ、片やペターンと車高の低いアベンタドールで、この2つが変形して頭の高さ同じぐらいとかありえないだろうって思っちゃうんですけど、まあ劇中ではそうなっているので、できるだけそのイメージに近づけるために大きめという風にしてあるのかもしれないですね。ちなみに当時版のロックダウンと身長を比べるために再びこうやって並べてみるとこんな感じ。ご覧ください、もう頭一つの違いと言っていいぐらい当時の方が背が低いですね。今回のものがビークルモードだけでなくロボットモードでも大きさを確保していることがよくわかると思います。一応こちらとも並べてみましょう。ボイジャークラスのオプティマスと並べてみるとこのぐらいの感じ。まあクラスに隔たりがあるわけなのである程度身長が離れているのは仕方ないですが、まあ劇中のイメージよりはさすがに少し小さいかもしれないですね。オプティマスってこれ以外にはリーダークラスとか一発変形とかちょっと特殊なのしかなくて、大体他のキャラクターといい感じの身長で並べられるオプティマスってこのロストエイジ以降のデザインだと本当にこれしかないんですよね。なのでこれと並べるしかないんですけど、やっぱりこうやってマット隣に並べてみると劇中のイメージよりはロックダウン結構小さくなっちゃってるイメージはありますね。まあボイジャーとデラックスなんで仕方ないんですけどね。以上、映画公開当時の AD シリーズから格段の進化を遂げた新たなる完全新規型のロックダウン、トランスフォーマーロストエイジよりトランスフォーマースタジオシリーズ SS10 ロックダウンのレビュー、いかがだったでしょうか。
耳の早い方はすでにご存知だと思いますけど、スタジオシリーズまだまだ続くようで、この先も気になるラインナップがたくさん発表されていますね。名前しか発表されていないものなんかも合わせると、それ出ちゃうのとか、そのギミック搭載されちゃうのみたいなやつもちょっとあったりして、この分だともしかするとスタジオシリーズではデバステーターとかも作り直されちゃったりすることがあるかもしれないですね。いやもう全然大歓迎ですけどね。まあこのスタジオシリーズはですね、ご存知の通り日本国内外問わず非常に人気の高いシリーズなので、まあトランスフォーマーを主に紹介しているチャンネルとして、今後もできるだけスタジオシリーズ数こなしていければなと思います。まあ必ずしもご希望のアイテムが全てレビューされるとは限らないんですが、そのあたりはまあ気長に見ていただけるといいんじゃないかなと思います。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。はい、楽しんでいただけたでしょうか。今回の動画面白かったという方はぜひ高評価のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それとチャンネル登録は動画の下の赤い登録ボタンか、またはトークを最後までご覧いただくと、このすぐ下にボタンが出てきますので、そちらから登録できます。よろしくお願いします。さて今回のスタジオシリーズロックダウンのフルレビュー動画いかがだったでしょうか。トランスフォーマーのマイケル・ベイが撮った映画って5本あるわけなんですけど、何が敵ボスだったかを考えていくと、5本のうち4本はまあ妥当な存在というか、メガトロン、その次がフォールン、その次がセンチネル・プライムときて、5作目はまあクインテサンだったわけなんですけど、それから考えるとロックダウンがボスだった4作目ってちょっと敵の設定としては異色な感じでしたよね。ロックダウンはおそらく一番最初に映像に登場したトランスフォーマーアニメイテッドの中とかでかなり強キャラに描かれていたほか、 IDWのアメコミの中とかでもかなり存在感があるんで、まあ確かにボスに起用されるというのもなくはないなという感じではあるんですけど、他にどういう連中がボスを務めたかを考えると、なかなかに異色の人選だったような気がします。でもロストエイジの中ではロックダウンはもう大ロボットみたいなかなりキャラの立ってるやつに混じって相当な悪ボス感を放っていて、なかなかにキャラ立ってましたよね。というかロストエイジははっきり言ってニューデザインになったオプティマスの剣を除くと、はっきり言ってそれ以外はロックダウンの映画みたいな感じですからね。さて今回はそれに絡めて皆さんに伺ってみたいと思います。皆さんは悪の変形ロボと言われると何が一番印象深いでしょうか。トランスフォーマーでなくても構いません。ぜひ下のコメントで教えていただけると嬉しいです。ちなみに自分はというとですね、悪で変形ロボという条件が付けられるとやっぱり一番最初に思い浮かぶのは勇者シリーズのダイノガイストっていうことになってくるかなと思いますね。ダイノガイストは劇中のキャラそのものも非常に魅力的で器のでかい悪者っていう感じなんですが、それに加えてデザインが非常に優れてるんですよね。というかダイノガイストのおもちゃは今でも新品の出物はかなりの値段がつくんじゃないかと思います。あのトランスフォーマーのスナップドラゴンとかをベースにしているっていう説がありますけど、それに近い形の非常にノーズの長い優雅なジェットモードから、侍のような日本刀を2本携えた非常に独特なオリジナリティのあるロボットモードに変形するんですよね。ロボットアニメって大体の場合敵キャラはまあやられてしまうわけなので、あんまり変形みたいな感じの設定って作り込まれてないことが多いんですけど、ダイノガイストはもうおもちゃを発売する前提でデザインされていて、非常にその点は優れていたなと思いますね。あれは印象に残ってる人多いんじゃないでしょうか。それ以外でいくとですね、これもまた宝系になるんですけど、魔導キンググランゾートに出てきた邪道キングとかが結構印象に残ってますかね。邪道キングは自分前なんか別の質問でも邪道キング印象に残ってますって言ったことあると思うんですけど、邪道キングは個人的に結構好きなロボットなんで、あれはいろんな点から印象に残ってて自分の中で割と頭に残っているロボたちですね。皆さんは悪の変形ロボという条件がつくと何が一番印象深く残っているでしょうか。トランスフォーマーでなくても構いません。ぜひご意見お待ちしています。